は。こんばんは。ワホッチ。こんばんは。今のドラゴンクエストはスゴロクしかないんだよな。和骨です。シグモード6。ナイスブラザーも。ナイス。いやもうやっと体重になってきた。今日7時帰ってきて枠取ろうと思ったけど、ちょっともう体力的にダウンしててよ。さっき起きた。7時寝の10時半起き。まあ、薬飲んで寝れて起きるとだいぶいいな。明日仕事が緩いからよ。明日仕事緩いからいけるな。ナイスブラザーども。ということで連日激闘を繰り広げているスゴロクギャンブル、今日もやるしかないですね。2番さんデビリッシュさん、5番さんアリラさん、ひろゆきさん、8番さんリンゴさん、ナノハさん、ムッチーさん、タヌタンさん、14番さんヒロトさん、16番さんナオトさん、18番さん19番さん、20番は高大さん、爆睡星人さん、25番さんオールさん、27番さんカッティさん、ナイスこんばんは。ナイスこんばんは。そうだなこれな。仕事のメールいけないかし。俺本当はルネサンスとかやりたいんだけどさ、完全に時期逃した。多いよね。まだ重いですね。なんで重いんだろう。小池ティース腕に伸びてるから重いのかな。そうだな。小池、突然だけど円周率って何。うん、円周率、あの円周率っていうのはな、まあ、君たちが知ってんのあれだろ、宿題かなんかか。昔200桁ぐらい覚えたけど、最近ちょっと正確に分かるのこれな。円周率ってこの数字が出てるけど、これ何かという、まあ、こういう話な。あの円周率っていうのはね、あの直径円があるだろ。
円があって、円の中心を走る一番長い線をこれ直径っていうわけだ。これ頭のいいやつが計算したところ、この直径の長さを1とすると、この円の長さっちゅうのがその直径の 3.14159265358979323238 倍ということが分かったよ。要するに円周率っちゅうのは何かというと、直径を何倍したら円の長さになるかというのを表している言葉だな。まあつまりだ、まあ今円周率はな、小学校は3で教えてるとか言われてるけど、要するに直径を1とした場合に円の長さっていうのは3っていうことを意味している。ところがな、この数学というかこの世界の不思議なことでな、ちょうど 3. 何倍、円の長さっていうのは不思議なことに、これ何倍っていうのが実はこれまあ無理数といってな、出ないわけだよ。出ないんだよこれ。だからその直径を一緒した時の円の長さっていうのが 3.14153.14、 まあ直径1メートルとしたら 3.14159265…… メートルになる。これを円周率と呼んだわけだね。まあよかったね、こう紐でこう10センチの紐をこうピーッとやってな、31.415 ぐらいの長さだとちょうど円が綺麗に描けんだろうな。 3.13 はないな。まあ、とにかくな、まあ、円周率っていうのは直径に対する円の長さ、線のな長さっていうのを示したのが円周率だ。他質問ないか。あんま体調も良くないから、急にそういうなんか宿題的なやつやめてもらっていいか。答えられなかったら、まあな、ドラクエ生主でこういうの答えられるのは俺だけだけど、あんまりちょっとそういうのな、ハードルが上がるからやめてくれな。やっぱりソフィーなんかも偏差値ぐらいは60ぐらいあるのかなと思ったんだけど、昨日の放送見たら、まああいつ今偏差値13だな、あいつな。ロアより下だな。ロアは偏差値19、ソフィーは13だな。ソフィー13だな。シンジが17。ドラケン生主やってると毎日偏差値が2ずつ下がるからな。だいたいみんな偏差値50の人がドラケン放送毎日やってると、だいたい毎日2ずつ下がって、だいたいみんなドラケン生主の平均は偏差値25だな。まあな、しょうがないよな。まあニコ生の世界はな、まあ情けない、小さい、ダサい、まあこういうやつはな、みんな自分より下に見て安心できるようなやつは人気が出てくるからな、しょうがないな。やっぱりダサい、小さい、みっともない、情けないね、ほんとしょうもない、ね、この5拍子揃っている今ソフィーさん、なかなか今注目ですけどね。まあどうでもいいわ。さあ、というと、いいんだ俺は。あとまあちょっとね、今度は簡易放送が近々ありますけどね、こういうのがいっぱい来ます皆さんね。こういうのがほんといっぱい来るんで、こういうのがいいか。簡易放送に質問コーナーとか言ったらいっぱい来るんだよ、こういうのがよ、こういうのがいっぱい来るんだ、こういうのが連日いっぱい来るわけだ。こういう、こんばんは、いきなりですが、いい金策を教えてもらえませんかとか、こういうのいっぱい来るわけだ。一応もうこういう質問が来ると全部簡易放送のお便りコーナーとして全部受け玉って簡易放送の雑談になるわけだけどな。いいか、もういい金策を教えてもらえませんか。こういうのを人に聞かないことだ。まずは原点はどうやったらお金儲けられますかとか、どうやったらお金持ちになりますかとか、人に聞かずに自分で考えることが、まずお金を稼げるようになる第一歩だ。人に聞いてる以上は一生金持ちになれん、以上だな。お前らも本当ゴミみたいなやつらが、ゴミみたいなゴールデンウィークでゴミみたいな質問してくるから、もうちょっとぐらいな、このゴールデンウィークから自分で頭を使って物事を考えてみようと。
ね。20%の税金袋。じゃあ行くか。20% 手数料も誰かが教えてもらったんじゃないぞ。見ろ、俺の真似してダイスやったりとか、俺の真似して 20% 手数料取ってるやつで俺より有名になったやついるか、いねえだろ。俺より金持ちになったやついるか、一人もいねえだろ。そういうことなんだよ。真似してるやつなんかっていうのは所詮金策も二流なんだよ。だから俺はもうあれなんだよ、もうリスナーの皆さんの笑顔が見たいためだけに放送している。リスナーの皆さんが今日も小池の放送いいなと。俺職人とかも別にできるよ。職人とかもやるし、そうだな、まあ、金策っていうかね、まあ使うからね、一束でね。今日一束買ったけどね。とかやるか。昨日ね、ガチホモが9000万かけたいっつって。ガチホモさんね、放送の売名で来たって言って放送一生懸命やってるんだけど、おガチホモが放送やってるって俺さっき見に行ったんだよ。来場一人だったよ。お前らすごくないか。一応俺ドラクエ指折りの有名人だろ。ガチホモの放送見に行ったら来場俺だけだったんだよ。すごいよな。俺はガチホモさんの枠の唯一の俺リスナーだったんだよ。コメント打とうかどうか迷ったけどやめたよ。なんとなくやめたよ。さあというところで皆様、こちらスゴロクギャンブル、今日もこれ8万以下ドボンからの。で俺ね、ちょっと放送拝見して分かったのはね、結構まともな人ですね、ガチオムさん。まともな人ですね、まほもなのかもしれないんですけど、普通の大人のね、健康よりはマシじゃないか。健康よりは全然まともそうに見えるな。まあということでね、まあドラクエ最近ギャンブル放送やってるやつろくなやつじゃないけど、まあ俺もそのろくでもないものを生み出した責任として今日も頑張ります。社長の真似事してたな。というところで、いやもうでもなんか言っちゃ悪いけど、最近のドラクエ生主ってつまんねえな本当な。いや申し訳ねえけど、最近のドラクエ生主面白いやつ一人もいねえな本当。なんかもうほんとリアルから逃げてうだうだダラ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 しょうもない放送やってるしかねえな。このままだと終わるな、ドラクエ生放送。昨日の神事の大運動会で終わっちゃうな。というところで終わらないためにスゴロクをね、まったりね、まともじゃ人気出ねえ。そらそうだよお前ら、そらそうだよ。なんかためになること学びでしたら、昼間みんな働いてな、普通のお金払ってまともなとこ行くからな。ニコ生でなんかためになったりとか、ニコ生でなんかこう今日はなんかこの放送開いてよかったなんていう気分になるモードであんまり放送見ねえしな。まあでもあれだな、まあ俺も似たようなもんだということで、すごくやろう。まあ、いいんだよ、ワイワイ楽しくやればいいじゃないか。しょうもねえのしかねえけど。社長の放送が一番面白いです。そんなことないですよ。そんなことないけどスゴロクやろう。さあというところで、今日スゴロクやんなかったらね、ファイナルファンタジー15やろうかな。今日は、1000万ゴールド、500万ゴールド、500万ゴールド。プブグちょっと体調、ヒキさん2000万。こちら4000万ゴールド。みんな自分が応援してる人が一番、それでいいんだよ。な、決めなくていいんだよ、誰が一番とかな。考えておこう。PUBG な、考えておこう。今すげえ人気だよな。ドラクエ生主じゃなくて、もうゲーム生主みんなやってるもんな、今な。なんか俺あんまりみんながやってるもんで聞かれないんだよな。さあ、というところで皆さん、こちらスゴロク、まあスゴロクね、まあちょっと最近結構やってますからね、もう飽きたと。もう飽きた、もういいんじゃねえかっていう流れを感じたら、もうすぐやめる。もうすぐやめてね、まあ俺は本当は俺はもう。ニコ生の人をけなすスタイルがね、いやまあしょうがないね、おびちゃんね。心の声だから、みんな。みんなあれなんだから、なんかね、やっぱ分けるらしいね。
リアルとニコ生は分けるらしいけど、のびちゃん難しいんだよ、のびちゃん、ね。まあ、ここでちょっと狂った部分を出してリアルでまともになれるんだったらそれはそれでね、あれだけどね、あんまりあれだよな、あんまこう生主をバカにしてもいいけど、その特定の人はあんまな、特定のなんかいかんよな、あんま特定の人を極度に不快にさせていかんよな。お、何言ってんだよ、まあ、お前も変わんねえだろボケがってちょっと突っ込まれるぐらいがちょうどいいよな。さあ、というところで皆様いかがでございましょうか。まあとりあえずはな、もう有名人はね、有名勢ということで、まあ叩かれてもバカにされてもしょうがないと思いますけど、さあ皆様、スゴロクギャンブル、いや俺は本当は奥やりたいんだよ、俺は本当はね、本当は奥やりたいんだけど、最近ちょっとお金持ちがね、アストルティアにあんまりお金持ちがいないということで、おおお、ナイスタケちゃんからの、これ1000万ぐらいか、1000万ぐらい、1000万ゴールド、1000万ゴールド、小池はな、昔に比べると、まあそうだな、いや、たまにあるよ、たまにある、いやもう毎回噛みついてもしょうがねえしな、いや俺もあれで戦うべき時はガツッといけるよ、全然守りには走ってないよ、ただスゴロク募集してる時に牙ガンガン剥き出してもしょうがねえからな、やっぱりあのな、このカジノを経営してる時っていうのはな、あのお客様をおもてなしして、参加者を勧誘して、お客様、リスナー様とギャンブラー様かな、あの最低限不快にならない放送しないといけないから、趣味をな、全然俺放送好きだよ。さあこちらタケちゃんから、さあタケちゃん、こちらタケちゃん1000万か500万コースですけど、どうしますか。人は変わんないよ。まあ演技力とかな、あの心の持ちようは変わるかもしれないけどな、チャンネル持ったからそうなる。俺そんなに言うほど変わったかな、チャンネル持ったから変わってないと思うんだ、難しいよ、大丈夫だ、安心しろ、来たるべき時が来たら大丈夫だ、500万枠希望ですが、ほう、なるほど、タケちゃん、TKC、タケちゃん、放送入れてくれたら500万でいいよ。ということで、こうなりますね。さあ、皆さん、いかがでございましょうか。タケちゃん、500万で OK からの1500万ゴールドがタケちゃんの枠で、お金持ちの人、あと1000、1000、私の方が1500、500、今、小池に挑んでくるやつが、小池な。まあ、ドラクエちょっと考えるか、また新企画。最近俺もコンテンツができてからあんま新企画考えてねえからな。スゴロクでも面白い。たまにやると面白いんで、スゴロクギャンブル。さあ、ということで皆さん、いかがでございましょうか。スゴロクギャンブル募集でございますが、ただ企画っていうのはね、あの企画が定着するまで毎日ね、発信し続けなければいけないですね。ナイスゾウガメからの、おや、すっかりスゴロクに取り憑かれたプレイヤー、ゾウガメ。さあ、ゾウガメさん、 TKC 側かフィクサー側か選べます。ナイスワコツ。500希望ですが、ゾウガメ結構お金になっちゃったな。この前まで2億張ったけど、今日は500だな、ゾウガメな。しょうがないな。優先順位は下げてもらって。いや、これ。いや、俺はもうゾウガメと勝つしかねえんだよ、俺はもう。ゾウガメ500。さあ、皆さん、スゴロクに取り憑かれたプレイヤー、ゾウガメ、ナイス。4億ちょっといてえな。4億いてえな。いいんだよ。今回500万だよ。さあ、ゾウガメさん来てくれました。TKC VS フィクサー。お前らタケちゃんとか勝てるだろう。はい、こちら、スゴロク参加者募集、
ヒルズ219-3。なんかな、メイブ TA とかやりてえけどな。3億5000だよね。全部合わせたら4億ぐらい負けてそうな気がするけどな。さあ皆様、今メイブの TA とスゴログどっちみたいですか。俺ちゃんと空気感じるから、これスゴログずっとやってるとスゴログ飽きてきたなっつって、スゴログ飽きてきたから、スゴログ飽きてきたからちょっとそろそろ TA でいいんじゃねえのっつってなった時に TA なんだよ。メイブな、今日2か、今日スゴログすごいた、おちょっとイカが増えてきた、イカが、イカがね。じゃあ今日はスゴログだな。23時40分。スゴログのいいとこって一人単体で参加できるからさ、時間帯が遅くても募集を続けてれば参加者が来てくれるんだよ。メイブはな、ちょ固定にすると4人揃ってねえからいけねえって結構あるからな。スゴログ、ちょっとオフラインゲームだったら何が見たいですか。いやー、もう最近どうしても夜中もう12時回るとなんか体調悪くてよ、ちょっと夜からオフラインゲームやるかとか思うんだけど、ちょっとやる気力が出ねえんだよ。イカの選抜な。さあ皆様、スゴロクチョコボの不思議の誕生の渋いですよ。さあ皆様いかがでございましょうか。こちらが1000万枠1名、そしてスペランカーのオンラインのやつ、500万枠が1名、タケちゃんの方が1500万が1名、1000万が1人、ね、体重大丈夫だよ、まあ、逆にスゴロクだったら平気だな。スゴロクだったらいけるよ。スパルタン X、 スパルタン X は渋いな。デレデレデレデンデンデレデレデレデンデンデレデレデレデンジャンデレンザザザザザザザダンダラダンダラダンダラダラーンジャンジャラジャンジャラジャンジャラチャチャン。スパルタン X が趣味。スパルタン懐かしい、ひもとり火の取り難しかったよね。さあ皆さん、スゴロク、あ、ギャン、おい、ギャンブラーいねえのかよ。タララ、いきなり1億張りたいんですけれど、そういう人来ないかな。じゃあゾウガメさん、タケちゃん、もし誰も来なかったら一緒にあれしよう、一緒にルネサンスやろう、一緒にルネサンスやって黄金の花びらを獲得しよう。さすがにちょっとさ、今日もちょっと体調悪そうにしてたら、ちょっと休めばって言われたんだよ。やったよ、会社で体調悪そうにしてて、この 2,3 週間ずっと体調悪いんだよっつったら、ちょっと休めばとか言われたから、よっしゃーと思った。2日ぐらい休めんじゃねえかって。フィクバー前シールね、2枚持ってるよ。今日4000万、みんなで4000万。ナイス。毎日そうなんだよな。ビジネスぐらいだと放送はできるんだよ。ただ正直ね、2、3日前より徐々に体調は良くなってきてるね。この前吉宗に負けた時が最悪だったな。30、今ちなみに熱はない、熱全然ない、熱今36度8分。吉宗に4億負けた時38度3分あったからね、もうたまんなかったよ本当。おや、スゴロク勢、おなじみのスゴロク勢が来ました。ナイス、こういうのがありがてんだ。ガジオも1000万ゴールドからのガジオも1000万、ヒロキン1000万ゴールド、
まあガチホモとは戦うしかないな。ガチホモ1000万からがヒロキン1000万ゴールド。さあそれではタケちゃんの枠が一番のベッター1500万ゴールド待ち、そしてフィクサーの方が1000万か500万ゴールド。さあいかがでございましょうか。あと1、2、3人来てくれたら成立ですね。まあすごろく一発で500万以上張るってなかなか気合いるけどな。まあ錬金回すと思って、一発錬金回すと思って。でこれちょっとあれだな、額があんま高くねえから賞金800万な。さあ来た、オビワン1500万ゴールドからがナイス。やっぱゴールドはこうやってみんなで遊ぶ時のためにな、稼ぐからな。はい来た、はいこちらオビワン1500万ゴールドナイス。オビちゃん TKC 軍は決まりです。そしてリンゴさん、リンゴさん1000万500ナイス。うわ来た、ここね何がいいって、ちょこちょこね初登場がこう来てくれたりするからいいよね。これレプトンさん、コロシアムチームはどうなってるの。コロシアム知らない。さレプトン、うん、違う、1000万マジだ、1000万マジ。このレプトンさんがもし、レプトンさんがもし1000万だったらもういける。500希望でしたが、500希望、いやー分かった、500でいいよ、1000オッケー、ナイスレプトン。さあレプトン1000万ゴールド初登場、初登場。さあそれでは皆さん、作戦フレンドからの誘う、ナイスレプトン。それではレプトンさん私に1000万、ゾウガメさん、リンゴさん私に500万ゴールド、そして TKC さんの方は TKC さんがみんなから集めて、4000万ゴールド私に送ってください。おいいな、初登場。まあこのね、こちらみんなおなじみですから、そんなにやらかす、あんまりやらかさないでしょう。うちの方もね、まあなるべく初登場はな、俺組むようにするから。いいよ、 20% もいただいてるしね。もし初めて来た人が超地雷でね、めちゃめちゃやらかしてもらうわ、おーいおーいぐらいで終わりし、終わり。おめえ何やってんだ、舐めてんのかとか言わない。もう言っておーいつって、おマジかよつって、もうこれぐらい、ちょもう超やったし、めちゃめちゃやらかしてもおーいつって、体調悪くなったわつって。ちなみにファイナルファンタジー15って長い、マリオ RPG にしようかな。クロノトリガーって意外と長いんだよな。動画には結構大きなリスしてる印象あるけどな。短い、こんばんは。ナイス、アイヒ、お、なにこれ、おい、ひろゆき全財産523万。さあドボンに523万。さあ来ました皆さん、ドボン金策の時間がやってまいりました。さあひろゆきこの8万1回いかないか、このドキドキするのがまた一つね面白いわけですよ。はい、ゾウガメ500万ゴールド頑張る、そしてレプトン1000万ゴールドナイベットからのアンジーが500万ゴールドがドボン。そうだな、ドボン張りたくなるよな、ドボン張りたくしてるんだもん。さあアンジー500万ゴールドから、さあナオトが1500万ゴールドが、まあ、ナオト1500万ドボンだろう、1500万。ナオト昨日クマサル軍見事だったね、8万ドボン金策。ドボン最近ね、意外とプレイヤーもクリアたまにするってことで、ドボン 1.7 倍ぐらいつきますからね。さあ皆様、それではいただいたのがですね、ゾウガメさんいただきました、レプトンさんいただきました、あとリンゴさん500万ゴールド、昨日クマソロ8万5027枚だよ、昨日強かったね。まあ、スゴロク分かりやすくていいよね、見ててシンプル分かりやすいし、長さもちょうどいいね。でもなんか聞いたらさ、いろいろ文句やってるけど FF15 なんだかんだ面白いらしいじゃん、すげえやりてえ。ロアがさ、あれ FF 今6やってるじゃん、あれ見てるとすげえファイナルファンタジーやりたい。
か、単純人類各500万ゴールドがナイス。500万ゴールド、タヌタン。500万ゴールド、曲変えよ。いつものスゴロクの曲にしないとな。長くないこのマップ。チャラララ、いやちょうどいい。でも結構、ね、俺ね、俺少なくとも人形取るまでやる。人形取り終わりまでやる。人形取りたい。社長の二刀流ダイス弱いけどね。わら。チャラララチャラララ。いやでもオフラインゲームたまにだらだらこう仕事とかしながらちょっと見てんのいいよな。どれにしようかな。チャラララ。すいません。すいません。お、500万ゴールドないの？君スゴログ貸しまくってさ、モンブラン TKC500 万ゴールド、フィクサーに送ってしまいました。舐めとんのか。さあフィクサーに500万ゴールド、わかりました。リンゴ500、じゃあ OK です。こちらがモンブランが TKC500、勝ちましょう。 RU リンゴ、 RU リンゴ、セルフバリ100万ゴールド。100万からがリンゴ、これ500万にさらにセルフバリですね。ナイベット。さあ皆様、本日も開始しましたが、コナコナ君手伝いに来てくれてます。ヒルズ 219-3 で1万ゴールドからがこちらコナコナ君がベッドできますね。そして私はフレンド郵送は200万ゴールド、ナイキャッチームインになっていただけると、50万ゴールドから1点最低50万ゴールドからのベッドでお願いいたします。これがどうなってんだ。いや俺でもさ、こうやって普通にこう枠開いてさ、こんな500人も来ていただいてね、ありがたいよ。俺来場者めちゃめちゃ増えたり減ったりしないけどな、毎日のように放送して毎日のように来てもらえるって本当ありがてえよな。ということを今日しみじみ会社で語った。なんかバンドなんかがさ、活動し始めた時は普通になんか200人300人チケット予約で入って、この前やってきたら15人しか来なかったみたいなね、まあそういう話今日しててさ、バンドマンが、そうするともうメンバーがモチベーションが上がんなくて、もうやる気をなくしてんの、どうしたらいいですかっつって、ねえ、やめればいいんじゃないっつって言ったら怒られたよ。ライブハウスの社長がそういうこと言っちゃダメでしょっつって、人がやる気ねえのどうしたらやる気出せますかって、なんかな、人のやる気出すような仕事っちゅうのはよ、それを専門にやんないと嫌になっちゃうよな。自分もやる気出して人もやる気出してっていう周期になるといずれ無理になっちゃうから、もうお金もらって人のやる気を出す仕事にしないとダメだね。俺そう思って経営コンサルタントになったんだけど、自分がやる気ねえ時に人のやる気出すなんかもう絶対できねえもんな。さあということだから、ニコ生はね、こう基本的にあの自分の責任でやるからいいのかもしれないね。24時05、こちらが賞金発、いろんな意味で便利な言葉だよな。まあ、本当な。今日なんか熱いやつがいてよ、小池社長才能って何でしょうかっつって、もう体調悪いのうるせえなこいつと思いながら、まあ、まあ熱いからいいなと思って、お前才能っちゅうのはよ、何にテンション上がるかだよっつって、あお前もし楽器弾いてテンション上がるんだったら楽器の才能があるんだよっつってね、楽器の練習しろって言われたら、楽器の練習なんかしたくねえよってやつが、お前楽器の才能ねえだろっつって、だからニコ生もそうだよな、毎日枠開いて放送しちゃうんですってやつはニコ生の才能があるんだよ。俺たまに毎日超やってる時、うわー今日帰って放送か、ちょっともうちょっと気合い入れねえとなとか思う時はもう、それだと俺あんまり毎日放送やっちゃう人に比べると才能ねえんだろうな。24時05分、でも毎日ニコ生の枠やっちゃう人ってリアル働く才能ねえもんな。
いや俺放送好きでやってるっちゅうのはいいんだけどよ、なんかなんかよ、ほんとうちのリスナーとか俺の囲いとかあいつの囲いとか言ってるバカでもいるじゃん。ほんとバカだよな。うちのリスナーとか言ってるやつほんとバカだよな。うちのリスナーとか言ってるやつに限ってみんな嫌々コメントやってするじゃん。ほんとバカだな。いやほんとバカだよな。ランマさんですね。ランマそうでもねえよ。ランマだってリアルまともだもん。ドワンゴが午前0時ぐらいをお知らせします。なんかななんか今日な今日話題になったんだけど、宗教放送ドラクエ10の宗教放送1位ちくわ、2位シンジ、3位ロアとか言って大体よ、すぐよ応援されてたり支持されてることを宗教っていうやつ、ほんと全員頭弱いよな。いやマジマジ、応援してもらってるとか支持されてるとかさ、人気があるっていうのが普通の言い方じゃん。宗教とか言ってアホだよ、もうアホだよ、アホだな。支持してもらってるといいじゃん。でもそれ宗教とかいうやつって宗教作りたい人なんだよ君たち。人のこと宗教だってバカにするやつって自分で宗教を作りたいやつなんだよ。そういう浅ましい心の持ち主なんだよ。ちょっと羨ましい感じなんだ。そうそう、いや自分自分で宗教を作りたいんだよ。もう俺の言うことでみんなが、俺の言うことでみんなが俺を支持してねえ、なんか神だみたいな、俺神だねえ、アホですもん。300万ゴールド、150万ゴールドナイス。150万ゴールドからがナイス。シンジは集金してるから宗教もある意味合ってるけどな。お金もらったからって宗教じゃねえからな。いや宗教っつうのはもっとあれだぜ、勉強の必要なもんだぜ。脳みそ停止してるやつ集めて、なんか中身ねえ話してよ、中身話ねえし話して、それでなんか気持ちよくなってるやつが教祖になれるような、そんなもんじゃないぜ。俺無宗教だけど、少なくても本気で宗教家中の方々に会ったり話聞いたりしてるとみんな頭いいぜ。ニコ生の枠やってるぐらいでファンがついて、それだけ宗教とかな、まあ、宗教の考えたインテリのエリートだからね。宗教バカにしすぎですね。宗教バカやんな。日本がちょっとトラブル起きるとき変な宗教多いからな。あ、それでイメージ悪いけどな。本当だ。カルバンとカルビンか、カルビンとかルソーの時代っていうのはな、もっと渋いもんだからな。さあというところで、まあ、宗教の話別に。宗教の話別に。そういう話やめよう。ただまあ俺が最近思ってるのは、人が集まったり盛り上がったりね、なんかこう、うまくファンの方々を獲得して頑張ってるやつらを宗教って言うやつっていうのは、自分が宗教を作りたい浅はかなやつなんだよ。翌日に向けて一言お願いします。ルール1000万ゴールドから。ほんとだよ、初心者の話、まあ、具体的な話じゃなくていいだろ。いや俺は何が言いたいかというとね、宗教じゃねえのに宗教だって騒ぐなった話だ。1000万ゴールドからナイスドボンから。ヤクザの面白い話で、ヤクザのことわかんねえな。1000万ゴールド、ここって芋とか美味しい。さあルールドボンからご案内する。今日なんかリアルすげえ真面目な話してるから、ちょっと脳みそが抜けねえな。ちょっとニコ生モードにしないと。さあこちらがフィクサーレプトンゾウガメリンゴが 3.43 倍、TKC オビワンガチホモヒロキンが 3.25 倍。こちらじゃあなんかさ違うの今日さ、その何
バンドがちょっとバンドのモチベが下がってもうあれだっつって言ってる時に、あのそのさもうしょうもないやつの後輩なんだけど、俺もニコ生でもやろうかな、小池社長なんか何千人とか来てるんですよね、それってバンドの集客につながりますよねとか言ってくるわけ。バカじゃないのこいつ、な5年間毎日できんの、5年間6時間毎日できんの、5年間毎日路上ライブやった方がいいんじゃないの、5年間毎日毎日路上ライブやるぐらいの気合があったらな、そんなな、大体お前お客さん15人しか来ねえとかいう言葉遣いしてる時点でもう解散しろって言ってる、今日15人しかってなんだお前つって、お前15人しか来てねえっていうそういう態度はその15人にも伝わってその15人一人も来なくなるぞつって、誰が言ったの、本当の後輩、しょうもない才能ない後輩、100万ゴールド今日ずっと、もうやめちまえやめちまえって言ったら機嫌悪いですねとか言ってきて、機嫌悪いんじゃなくて今日はあれだよ、結構素だから普通のこと言ってんだよつって、昔もっと優しかったんじゃないですかとかって、いや優しいんじゃなくて、あの昔はね、昔はもう君ももっと純粋に頑張ってたから応援してる気持ちもあってネガティブなこと言わなかったんだけど、今は本当のこと言うんだよ、100万ゴールドからのドボン、100万ゴールドから、え、俺ニコ生とかやったら宣伝とかしげするわけねえだろ、100万ゴールドから、いいか、もうそういうね、もう慣れ合おうとしてる時点でダメなんだよ、人の力を借りようとしてる時点でダメなんだよ、一人で頑張れよ、実力があって顔出し演奏して人気なんかもう、まあな、ちょっと遅いかもな、もうな、やっぱ時間かかるよな。じゃあ今 YouTuber がちょっと注目されたっつっても、あの今人気になってる人って5年前6年前からずっとやってる人たちだもんな。ちょっと今 YouTuber 注目されてたからちょっと俺も YouTube やるかなんてやつも遅いもんな。さあというところで皆さん失礼しました。タケちゃん4000万ゴールドいただいてから、そんな話はいいんだよ、俺は別途受け付け。さあ皆さんいかがでございましょうか。フィクサー 3.4 2倍からの TK、 おー3同じ額、フィクサー TKC が同じ額、おー、さあすごいドボンが 1.5 倍ですね。さあそれではグロージャンからナイベット、ドボン500万ゴールド、ナイスベットからが500万ゴールド、グロージャン、さあ皆さんこちら、俺2000万、レプトン1000万、ゾウガメ500、リンゴ500、タケちゃん500のオビちゃんが1500、ガチョウも1000のヒロキンが1000、4000万だから8000万すごろくですね、8000万対決、それでは皆様、ただいまより読み上げをさせていただきまして、読み上げ終了から、はい、 OK、 さあフィクサー、レプトン、ゾウガメ、リンゴ、こちら4000万ゴールド、こちらのベッドが、セス5、シンディ30、リンゴ、レン、タッキー、スノー、フージンガー100、ウォッカ150、キキ200、タヌタン、キーが500万ゴールド、そして TKC 軍が、ベッドがですね、少々並び替えますね、こちらベッドがシンディ30、レン、タッキー、スノーが100、ウォッカ150のキキ、ケミカルが200、タヌタン、モンブラン500万ゴールド、そしてドボンがこちらやはり一番人気入りましてから 1.42 倍が、ユキナ10、モモさん50のユイ、旧ユーユイさん、昨日ね、スゴロク参加してくれました、そして RA ユイさんが100、セッティ、メタリーマン、マーリンまでが100のオションョン300、アンジー500、グロージャン、
500、ひろゆき523の全財産、ルル1000、ナオト1500万ゴールドから今いただいている方で締め切らせていただきます。ポタペタ、ポタポタ焼きさん、ゾウガメラブ、500万ゴールド、ポタポタ焼き。ルールは連日と同じですけど、一応ね確認させてもらいますね。ドボン250万ゴールド、250万からがピグミ、そしてこちらノバから300万ゴールドが、ノバ300万が書いてない、ドボン OK、 300万ゴールド、ナイスノバ、ノバ。そしてハルシのゲン、フィクサー300万ゴールド、ナイベット、300万ゴールド、ハルシのゲン、ワゴツです、ナイスワゴツ。そしてクレラップ、青はこれ TKC、 ナイス。1000万ゴールドからのこちらがクレラップ。それでは皆様、受付最後15秒前です。さあ、フィクサー 3.9 倍からの TKC 2.81 倍、ドボンが 1.57 倍と分かれましたが、10秒前、9、8、7秒前、これね、私、レプトン、ゾウガメ、リンゴ、ここが悪夢にとらわれし町、あそこのマップで8万1枚以上獲得して、なおかつラストのダークドレアムを倒せれば我々の勝ち、 3.9 倍返し、同じく8万1枚以上で TKC さんたちが倒せば 2.81 倍、私と TKC さん両方とも8万1枚オーバーしたら1枚でも多い方が勝ち。そしてこのドボンというのがね、8万枚ですね、8万枚両方ともいかなかった場合は、このドボンが、的中ということで、ダークドレアももし倒せなかったら0枚扱いでございます。さあ、というところで皆様、こちらベッド OK ですね。それでは粉々くんもこちら受付終了してください。ドボン8万枚、8万以下、こちらが 1.57 倍、そして、TKC が 2.84 倍、 2.84 倍、フィクサー 3.94 倍、倍使ったな、1.55 の 2.84 の 3.94、 賞金800万ゴールド、ドボン8万2回中55、規定金84、エクサさん94、賞金800万。いや、この曲いいな。それではレプトンさん、ゾウガメさん、リンゴさん、あそこ現地集合、今日も五沢大師だけど、五沢大師は人いっぱいいんね。これドラゴン、これ竜族の角なんて、これ売ってんの、これ。なんかなんだっけ、また500ポイントもらえるらしいよ。22フロア、登録チケット超あんな、78枚。ナイスこんばんは。7回しかやってないんだよな。ナイスハルトさん、
ゾウガメリンゴ初登場レプトンさん、レプトンさん1000万ゴールド。はい、それでは TKC さんたちいつでもどうぞ。サブキャラ丸出しですね、レプトンさん、エンゼルスライム。アキュムに囚われし町、ナイスコンバーは、ナイスプーさん。ちょ、行くしかねえな、これ。タケちゃん放送。俺一番。オビちゃんには OK です。また1なのこれ。でこのマップ面白いよね。このマップじゃなかったらこんなやってないよ。今日は実家から何で用しかできませんでした。ナイス。実家とかあるんですか。実家どこなんですか、ブーさん。いいね、初登場レプトン。レプトンはあれかな、リプトンのサブなのかな。世界樹の雫、いまだにさ、ナイス、渋いですね。ロアは豊富士だね。ロア今日オフ会ですよ。フグが美味しそう。なあ。タグさんね。今んとこいまいちっちゃいまいちだけど、ちょ2000万貼ってんだな、これ。ちょっと気合い入れないと。まあな。指し示したくなる服、わら、小池先輩ドラクエ10放送で売名しときやした。ハゲマルさん、ナイス。小池先輩、君は誰なの？今のネタフラは？乱数調整ってやつかな。去年ごろさんが絶賛してたやつですね。わら、ドラクエ10めっちゃ面白そうで復帰したいっす。ナイス、ハゲマルさん。ドラクエ10はね、面白いよ。ちょっとやめろよ、
フィクサー2。いやもう最初の1からもうちょっとずれてんな。今のリミックなら終わってた。そう、一緒。そんなコロコロ変えないっすよ。そんなルールコロコロ変えないっすよ。運動会じゃないですから。あ、これ何戦目です？1戦目。あ、まあでもあれだろ、お前らの信じしょうもないやつ、まあしょうもないやつだろ、お前らがしょうもねえやつって知ってる俺のが5倍ぐらいよく知ってるわ。あいつは本当にしょうもないやつだよ。また今回な、ちょっと出れなかったのちょっと悪かったけどな。いや今回出てな、まあ、出て実況させてもらえたらもう、ま、本当、いやもう、もうソフィーのこと再起不能ぐらいケチョンケチョンにしてやったのにな、まあ、あのシーンでソフィーのあの爆弾投げてくれたらもう俺が実況だったら最高だったな。アクティブ600ぐらいいた自信あるよ。俺が実況やってる時にやらかすよなやってな。今回部外者だから、部外者だからあんま何も言えねえから。あれだろう、なんかあの小池説教してくれへんみたいなやつがちょっと流行ったんだろう。今回はマジ腹立ってるんだわ、小池マジ説教してくれへん、しねえよ、めんどくせえか、しねえよ。ちょっとオーク強えなこれ、ちょっと強かった。いやーちょ、いやーちょっとな、いやおー、これドボンゼ、ちょっとこれドボンゼ北総エンデルな、これおい、北総エンデルな、これナオとルル、やっべ、今日はちょっとまず最低目標としてドレアムを倒したい。最低目標として最近はもうマジでドレアムと戦ってない。いやマジでドレアムと戦ってない最近。このペースならドボンもだったな、笑。お、何間通してんだよ。
でもこのマップね、やっぱこの8万枚設定で面白い。いくさんならわかると思うけど、ああいう若者はいつか気づくかね。ナイスコイン。ここだよな、ここだよな。この前さ、この前俺あれなんだよ、あの仲間にできなかったんだよ。仲間できずにボスと対決レベル11で、きつかったよ、きつかったよ。やばい、ちょっとタケちゃんがゴールドマンと戦ってる。しかもやばい、タケちゃんがもしかしたら、ナイス、タケちゃんとこ6万じゃねえ、8万いけるペースかも。ルイが止まれなかったんだ、ナイス、ナイス。ほんと盗賊2人だ、ほんとだ。マジかよ。うわぁ、そんなに難しくないからな、5回に1回以上は出せるし。ミノルは盗賊2人います、ステーシーチーム。いやどうする、どうする、どうする。ちょ、頼む頼む頼む。何がいいかな。セラフィー、セラフィー、セラフィー、ヒューザね。ヒューザね。フューザいいな、ヒューザいいな。フューザもいいよ。ゴルスラにとてつもなくいいよ。フューザいいよ。人形を持ってないし、いいよ。盗賊にはやばいな、ボスサイダー落ちたら8万確定する。レベル5な。暗黒監視してきます。これどうするか。無駄玉だけで上だな。フューザーってどんな能力なんですか？フューザーね、あの一旦目怪人必中、全員めちゃくちゃ強いよ。いいね。1が正解だったが4を選んだか。孤高の剣技、これレベル上げたいね。
さとだろ。あれ、タケちゃんとこ全滅あるよ。あれ、タケちゃんとこ全滅あるな。レベル7でギガンテス一人死んでる。どうだね、もうコメント聞くな。ナイス。今の2人1だったらレベル確実に上がってたぜ。甘いんだよ。エンナついてねえなあ。あーついてねえな。ナイスコインからの。ミミックならまだ対応がパンドラなら終了。いいね、コイン運とボス運はないけど、このサイコロ運はあるね。これ大事だな、これ。いや、これはマジで。いや、これギガンテさ、きつい。これはもう、これはもう2しかねえ。シェー、流れきた。ギガンテスだったら終わった。6分の1引いたよ。これでハッスルダンスはでかい。これでかい、これでかい。ナイス。コインもでかい。回数あるから逆転あるで。
だけどコインが良かったな。46。レベル低いからね、ボスに勝てないとダメなんだから。正解はまだわからんよ。旅だけでボス倒すにはレベル低い。選択肢として絶対ダメだわ。いやーこれは渋い。ああこれは渋い。いやーこれは渋い。いやーこれはマジで渋い。いやーこれは渋い。ああやっちまった。渋い渋い。渋い。あびったか。ついてないな。いやここで金地図金地図。いや結構最低やな今回。いやーここ大事やなこれ。マジついてねえなー。いやマジでついてねえなこれ。あーもう最悪だな今回。今回も最悪だなこれ。いやーもう今回ほんと全部裏目だな今回。なんだよ！いやーついてねえなー。いやー今までで一番ついてねえなこれ。終わった。マジでついてねえ。
は確定、あとは養分勝負。春ならやっぱドボンなんだよな。ちょっとな、7で入るとは思わんかったな。これでコイン枚数がどうなってるかだよな。これで抜くだろ。マジで。
3人乗ってった。わらわら、ダブル。2全滅は勝ちたしか。おお。勝ったな。あっち、パンドラで全滅。大楽天キティ、全滅2です。相手2万、わら。大楽天だな。入ってもこれ8じゃきついな。社長刺身買っただけだろ、くさ。でまだ向こう最後あるから、ここでボス避けたのはある意味良い。まだ向こう最後あるから、刺身馬に勝っただけで外張りはドボン勝ちだからな。外張りはドボンがほぼ確定かな。42383。42383枚。いやー、ついてなかったね。ドボン確定。ちょっと見よう。俺たち一回全滅してるから。失礼、俺たちは42383マイナス1万。42383100000。おじさんで放送続き確認しています。いや俺たち負けあるよ。いや俺たち負けある、負けある。いや俺たち負けあるよ。いや俺たち負けやる、負けやる。なんでガチホモ？わら。いや俺たちまだ負けやるよ。ガチさんは最初の全滅で境界越えていなかった。3人が先行してたんです。いや、この構成で仲間なしでボスは無理でしょ。いや、ゴルスラ取られたらダメ。ゴルスララッシュで負け。ボス倒したら勝ちだからね。ここでテンションとかしびいな。ここはゴールドマン入りたかったね。いいとこで止まったよ。いやーたーこらきつい。ここで宝きつい。こらきついね。両方ともダメだったね今回ね。失礼いたしました。オビちゃんたちが1万8463。いやーパンドラで決まったな。パンドラで決まったね。お疲れ様でした。いやーこれは勝たせてもらったな。社長ナイスこんばんは。ナイスこんばんは。ザラキーまで3人落ちちゃったんだね。これしょうがねえな。
いや、これはプレー、これはプレーミスとかじゃないでしょ。運悪でしょ。いや、運悪でしょ。なかなかボスいけないですよね、このマップ。いや、いけないよ。いや、俺最近このマップダメだね。さあ、というところで皆様、ドボン。さあ、今日もドボン金作美味しいですね。もうヒヤヒヤもしなかったでしょ。過去最低ですかね。まあ、レプトン、レプトン最初ゴルスラな、あれ、あ、ゴルゾテな。レプトン、レプトンさん、あそこはメタスラは 100% ないです。あのゴル、ゴルトテです。次から覚えておいてください。最初は問答無用でゴールデントーテです。このマップのバランス最高だな。バランス最高だ。レプトン2000万ゴールド、ナイス。まだあのケンジャンとか、俺はゴールドマンかな。それは言っておこう。あの3つだね。あの3択、ゾウガメの3択はね、まあケンジャは3番目かな。いや、いや、スゴロキャンプ不在。ケンジャは3番目かな。ゴールデン、ゴールドマンが始めたケンジャの順かな。まあ、まあ、ダメじゃないけど、あれは相手とのコイン枚数差を考えたら、ゴールドマンだな。ゴールドマン、カワグメタだよな。ゴールドマン、まあ、ゴールドマンだね。ハグメタ逃げるしね。ただまあ、会心必中って、まあ、ゴールドマンだな。あれ、ゴールドマンだな。賢者も悪くはないよ、差し馬に勝てないといけないから。悪くはないけど、ゴールドマンかな。そう、レプトン2000万からの。ジングル対決のあの場ではゾウガメだったかな。ゾウガメはないっすよ。ゾウガメ。これゾウガメ1000万ゴールドはなげち。最後ボスは言ってたら危なかった。リンゴ500。まあ、つうかもうレベル的にもう無理だってな、はっきり言ってね。レベル的に8はもうきついかな。はい、こちらリンゴ、ナイス。じゃあリ、さあリンゴこちらが1000万ゴールドはなげち。さあ、それでは皆さん、倍返しからのこちらナイス金策成功から。いやー、今まあもう負けを覚悟した。ナイスパンドラボックスだよ。失礼いたしました。こちらがナオト2325万、2325万ゴールド。2325からがこちらナオトナイケチ。いや、もう次はもう遊びじゃねえからな。ナオト2325万ゴールドから、お見事、最高ナイケチ。久々ナオト最高ナイケチ。そしてこちらがルル、ルルが1550万ゴールド。ルル1550万ゴールドからがこちらナゲチ。そしてひろゆき全財産張りが810万6500ゴールド、810万6500ゴールド。ハヒフひろゆき、さあこちら全財産が 1.55 倍はナゲチ。何気に4000万かかってたから結構でかいよな。775万ゴールド、ブロージャン。生主2人来てくるかな。ブロージャン775万ゴールドからの同じくアンジー775万。やばい、ちょっとドボンがすげえ課題気がしてきた。いやー、でも俺今までで一番ついてなかったね。まあ、全然勝ってないけど、その止まった目とかのあれで言ったら今回最悪だったね。いや、マジで人形取れねえな。387万5000ゴールドからが、これピグミン、すっげえトイレ来てる。ピグミンがこちら、ハヒピグミン、ピグミン387万5000ゴールド、ナイキャッチからのオジョン465万ゴールド。465万からオーションさんが、こちらが
465ナイキャッチからのノバ。こんばんは。ナイスこんばんは。465万ゴールドからがナイスノバナイキャッチ。何ヌネの。この前初めてやったら9万超えた瞬だな。あ、まあ超えるっちゃ超えるけど、結構8万はね、結構絶妙だね。そしてこちらがブーンさんが100、ブーンさんはあれだな、お店で受け付けたから粉々。155万ゴールドからがメタリーマンはチーム員マミムネ。8万超えることは 20% 以上あるからね。 20% あるかな、一概には何とも言えねえな。155万ゴールドからがナイキャッチからのセッティ。あのコインだけ狙ってったら 20% あるかもしれないけどね、結局ドレアム倒さなきゃいけないでしょ。結構きついと思うけど、ドレアム倒さなきゃいけないまで入れるときついと思う。やっぱりね、さっきのあのゾウガメがやったみたいに、あのじゃあそこでゴールドのレベルが必要ってなったらハグメタもあるし、あの賢者もあるからね、ああいう選択肢まで入れると8万結構きついよ。さあセッティ155万ゴールドナイゲッチ。昨日のクマサル軍とか超ついてたもん。ギャンブルの結果でもお買いに1回以上はドボン負けてるぞ。昨日のクマサルもそうだし。155万ゴールドだ。まだちょっとデータわかんねえ。データ謎だよな。だからまだちょっとこのドボン、ただドボン勢はドキドキしながら結構見られるよ。さあユイが155万ゴールドから。ドレアム倒さないと厳しいかな。フォワットがユキニャさんが、ユキニャさんはね、俺フレンドじゃない気がするんだよな。155万ゴールドチーム員やゆ、ユキニャさんは違いますね。フレンドユキニャさん。この前の吉宗なんか1回9万超えてたしな。ユキニャさん。俺も1回超えたけどさ。いやー、もう結構、まあ俺ドボンに入りたくなっちゃうね。俺だったらドボンに2億貼って、もし負けたら次10億だ。あ、オッケー。さあ皆さん、2戦目見たい方、吉宗来そうやな。さあ2戦目は私は実況に回らせていただきまして、の倍率おかしなるそれの。ちょトイレ行かしてくれ。トイレトイレのトイレトイレの足りなくない本当。やばい、ちょっとマジ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 、すっげえすっげえトイレ来て、すっげえトイレ、すっげえトイレ。めちゃめちゃトイレ来て。さあリベンジ、負けた方々リベンジ大歓迎でございます。コーナーコーナー、すっげえトイレ来て、すっげえトイレ来て。リベンジ希望。それではユキニャさんお待ちからの次の参加者、同じ条件でございます。額はもう高い人、高い人たちだな、高い人たち参加だなこれ。はい、こちらナイキャッチ、少々お待ちを。声小さいこれ。Thank you.
失礼いたしました。それでは皆様、これ負けると取り返してんだよな。分かるよ分かるよ。さあこれで払い漏れなしだと思います。皆様ナイゲッチです。まあ、おびちゃんたちは確かにちょっとやめらんねえよな。少々お待ちを。8000万スゴロク、ドボンが今回が 1.55 倍、完全に濁金額だな。8000万獲得が レプトンさん、レプトンさん初参加初勝利ありがとうございました。レプトン1000万、レプトン1000万、ゾウガメ500万の、お人気かよすごろく、リンゴ500、リンゴ500からのすごい、めっちゃ来てるな、わらわら。こっから金額なんだ。8000万負けが TK、 ジュニアの方がレギュラー多いもんな。 TKC 748、何抜けそうやね。今回最高ナイキャッチ、ナオト。ナオト最高ナイキャッチが、いや二軍だろ。最高ナイキャッチナオトが2325。オッケーです。放送来た。オビワン VS ヒロキン、オビワン VS ヒロキン行こう。オビワン VS ヒロキン、オビワンさん、ヒロキンさん、おいくらですか。リーダー2000万でいきましょう。2000は茶番やろ。お2000は茶番。5000とかいいな。5000、5、来た。おい、行き、5000いいね。はい、5000。はい、おあと、はい、参加オークションです。はい、参加オークション、はい、ガチホモ2000万ゴールド、はい、ガチホモ2000万、アナン抜き2000万、駒枝くん5000万、はい、駒枝くん泣いて、駒枝くんどっちですか、駒枝くんどっちでいきますか、駒枝くん5000万ゴールド、タヌタン3000、駒枝くん、オビワン軍、ヒロキン軍、選んでください。でけえな。
はい、来た、コマ。はい、駒枝くん、こちら5000万ゴールド内定。はい、それから順番でいくと、はい、こちら、はい、タヌタン、フェリシア、フォミエール、ガチホモ内定。はい、タヌタン、タヌタンどこですか、タヌタンどこですか。タヌタン、フェリシアさん、ガチホモ、フォミエールさん、ガチホモさん、フォースと共に来た。はい、タヌタン、はい、タヌタン、フォースと共に3000万ゴールド。フェリシアさん、ガチホモさん、ポミエールさん。はい、早かった。フェリシア、フェリシア3000万ゴールド。これ愛ね、これフェリシアは愛。はい、ではヒロキンさん、はい、ガチホモ、ガチホモ3000万ゴールド、ポミエール。でけえな、おでか。はい、というところで、おあと1人5000万、はい、おあと1人5000万の募集。さあ、いかがでしょうか。5000万の席しか空いておりませんが、アナンヌキさんが2000万が予算。はい、5000万で入れます。これが1億6000万ゴールドからの5000万いませんか。ヒロキン側に5000万ゴールド。なあ、おー、ポミエール5000で OK、 ナイス。はい、ポミエール5000、3000万。アナンヌキさん3000万ならいけます。アナンヌキさん3000万ならいける。もしくはヒロキンかガチホモが1000万上げてくれんだったら、アナンヌキさん2000でいけます。2000まで。さあ、ヒロキン、ガチホモ、ポミエール、もう1000万持っていただけると、穴抜き入ってすぐスタートできます。穴抜き、アヌンナキさん、ごめんなさい、アヌンナキさん失礼しました。アヌンナキさん2000万ゴールド、あとショート1000万ゴールド、ショート1000万ゴールド。500単位でも OK、 100単位でも OK。 さあ、こちらがオビワン駒枝くん、タヌタン、フェリシアで1億6000万は、3億2000万勝負ですね。でけえな。さあ、3億2000万ゴールド揃いませんか。1000万ゴールド、ヒロキンさん、ガチオモさん、ポミエールさん、1000万揃いませんか。3000万の人が来たらそっち優先ですね。賞金1000万ゴールド、ガチホモ4000でいけ。さあ、ヒロキン6000万ゴールドはナイス。さあ、揃いました。さあ、アヌンナキさん、ヒロキンが6000万にしてくれるということで、これ整いました。ナイス、ヒロキン。さあ、最高ベッド、ヒロキン6000のガチオモ3000、ポミエール5000、アヌンナキさんが2000の7000、1億6000万で揃って、オビワン5000、駒枝くん5000、タヌタン、フェリシア3000で3億2000万ゴールド。それでは皆さん、フレンドになっていただきましてのゴールド郵送していただきまして、オビワンさん1億6000万、ヒロキンさん1億6000万、私にお渡しください。さあ、皆様、ドボン8万以下でございますが、今回は大勝負になりました。3億2000万ゴールド。さあ、負けた方が1億6000万を失うというかなりのガチ対決。さあ、これは本人たちドキドキでしょう。ドキドキ対決でございますが、もうベッドの方開始 OK です。差し馬倍返しです。8万枚、ドボンを超えて8万1万以上獲得したら、賞金ボーナスで1000万ゴールドお付けいたします。
少々、こちらが優勝賞金が1000万ゴールド、震えでガクガクがどうなったですか25時、これが20分でいいか。シールド2193、1万 G コナコナ、郵送200万、チム50万、1点最低50万、賞金1000万。これでけえな、これ。3億2000万でけえな。フィクサー吉宗なしで3億2000万でけえな。あの先2000までと言ってるからほぼ全財産かもな。うん、ほぼ全財産かもね。さあ、行きますか。セッツァーで、セッツァーで、小池のテーマ。ガチホもまだいけるやろ。アストルティアのインフレが止まらんな。いやでも俺たち昔ね、4億 vs 4億とか結構やってたからね、まあ、そんなにめちゃめちゃインフレしてる感じじゃないよ。さあ来ました、こちら装備全部結晶に変えて、先ほどの配当本当かよ。来ました、2335万ゴールドドボン、2335万ゴールドひろゆきがドボン。レベット3時1000万ゴールドドボン。さあドボン金策きた、 1.1倍狙い、 1.1 倍保証のドボン金策、暗示1000万ゴールド。さあヒロキン来ました。さあなんとヒロキン1億6000万ゴールドはナイスベット。さあそしてこちらヒロキン500万ゴールドキー。さあオビちゃん1億6000万ゴールド。さあ来ましたね、今現時点でのアストルティアの大金持ちオビワンヒロキン。こちらがポタポタ焼きドボンが300万ゴールド。ポタポタ、しかもここは TA もいけるからな。さあシーヨン来ました、ドボン200万ゴールド。そしてグロージャン、さっきの分全部ドボンナイス、755グロージャン、755グロージャンがナイベット。そしてナオト200万ゴールドがフォースナイス。俺あれ買ったんだよ、スターウォーズの DVD ボックス。フォースと共にあれから。さあこちらが現在ドボンが 0.9、 3倍は 1.1 倍保証、ヒロキンが 8.26 倍、オビワンが 20.1 倍ということで、皆様いかがでございましょうか。オビちゃん応援ベッドからの4号、456ってやつ。トライロジー、トリロジー、トライ、トライロジー。さあこちら100万ゴールドからがナイスオビちゃんからが RA ユイさんですね。ナイベットからの、さあキコリ300万ゴールドがヒロキン。手汗がすごいいいですね。ゲームやってて手汗がすごい、なんかいいですね。なんか儲かってる感じですね。内心心臓バクバクよ。さあ皆様ベッド、本当ですか。さあ皆様お後3分少々、時間も時間なのでちょっとね早めに切り上げさせていただきますが、オビワン、コマエラ君、タヌタン、フェリシア、オビワンが5000万、コマエラ君も5000万、タヌタン3000万、フェリシア3000万、これぐらい貼っていただけると見応えありますね。ここが 14.7 倍、そしてヒロキンが6000万、ガチホも3000万、ポミエール5000万、アヌンナキが2000万で1億6000万ずつ揃えた、
パーティーメンバーでございますね。3億2000万ゴールド対決となりまして、8万1枚以上獲得したらこちらは賞金1000万ゴールドさらに上乗せということになりますが、さあドルメオさん、ヒロキン100万ゴールド、100万からがドルメオ、ナイスベット。さあミクシム、ヒロキン200万ゴールド、ナイベット。さあ深夜のギャンブラーの皆様が続々出勤、ナイスベット。さあミクシム200万ゴールドからがこちらがスノーアイさん、200万ゴールドはフェリシア、ナイススノーからの。そしてこちらタッキー、人類フレでいつもお世話になっているオビさんとヒロキンさんがリーダー、ナイス友情ベット。タッキータッキーがこちらが、1000万ゴールドからの人類ベット、これは大きいですね。ナイスタッキー2000万ゴールド。そしてサユリンゴ、人類各50万ゴールド、サユリンゴ50万ゴールド、サユさあホモだホモがガチホモさんタイプなので100、そらよかった。あ、そうやホモキャラ2人いますね、ガチホモさんとホモだホモ、違う人なんですね。ホモだホモさんナイス。さあホモだホモとガチホモにここで友情が見舞えるか、100万ゴールドナイベット。さあこちらオビワン400万ゴールド、アリア、アリア。そしてホモさんぽ、ね、2人ともガチでホモじゃないけしら。オビワン400万からのヒロキン300万ゴールド、ナイスアリア。さあロアがね、あのダイスで儲けることを絶対許さないというアリア、700万ゴールド。そしてテルミ、オビちゃん50、ヒロキン応援各50万ゴールド、ナイス。テルミさんから50万ゴールド、テルミさん。さあ応援ベット各50万ゴールド、ナイベットからがナタリアがドボン50万ゴールド。そしてノノ、オビワン軍200万ゴールド、メロさんフレンドでよろしいですか。さあごめんなさい、以前整理させていただきすいませんでした。誘うからのナイスメロさん。これいいよな、ブラックジャック、このテーマいいよな。あの FF6、2期目の飛空で手に入れるとこよかったよな、ダリルなんか。さあ皆さん、オビワン軍 3.4 倍からのヒロキンが 2.95 倍。さあそろそろドボンを警戒してからの 1.62 倍。まあしかしドボンが本命なことに変わりはないでしょう。今回ドボン型の最高ベットはひろゆき2335万、続いてアンジーが1000万ですね。さあここでオションがドボン、オション470万ゴールド、470万からがオションナイベット。そしてモモ、オビちゃんとヒロキンドボンに400万、ナイスモモ。さあドボンにベットが増えておりますが、セッティがドボン。さあそしてヌル、先ほどに引き続きドボン1000万ゴールド、ナイス。それでは皆様、間もなく締め切らせていただいてよろしいか。スゴロクギャンブルね、簡単に説明しますね。最新マップです。悪夢にとらわれし街という最新マップで戦っていただきましてね、基本的に最後のボスダークドレアも倒していただきます。
ね、ダークドレアムを倒してなおかつコインの枚数が多い方が勝ち、多い方が勝ちですが、この1枚でもコインが多かった方が今回1億6000万キャッチ、1億6000万ずつ、オビワン軍とヒロキン軍でかけてもらってます。横の数字はこれかけてる金額ですね。オビワン5000、コマエラ君5000、タヌタン3000、フェリシア3000、合計1億6000万、そしてヒロキン、ガチホモ、ヒロキン6000、ガチホモ3000、ボミエール5000、アヌンナギが2000、合計1億6000万ゴールドずつかけてますが、もしですね、片方がダークドレアムを倒して片方がダークドレアムを倒せなかった場合は、倒した方が無条件で勝利です。両方ともダークドレアム倒せなかった場合はですね、コインが1枚でも多い方が勝利。そしてこのギャンブルは何かと言いますとね、両方とも8万枚を獲得できなかった場合、このドボンという項目が勝利となります。つまりですね、オビワン軍が勝つためには8万1枚以上獲得してなおかつダークドレアムを倒さなければいけない、まあ、つまりダークドレアムを倒せなかった場合は0枚カウントです。この差し馬両方とも倒せなかった場合の差し馬の場合はね、あのコインが多かった方が勝ちになりますが、このギャンブル的には、8万枚両方とも8万枚以下の獲得の場合はこのドボンが勝利ということになりますね。そして1億6000万かけてもらってますが、あのこれはカジノ全く関与しないお金なのでね、あのもし8万1万以上獲得して勝利した場合にはカジノから1000万ゴールド、賞金差し上げます。さあソアレイドボン50万ゴールドから、ソアレイ、それでは間もなくベッド締め切りますが、メロ500万ゴールドはナイスベッド。実沢にね、メロさんじゃなくてメルさんって人がいるんですけど、ね、メルさんには相当負けましたね。1億ぶっぱ負けまくりましたね。ユメさんとメルさんがトップ2かな、負けた。それでちょっと離れてディオさん、この3人に相当負ける。9万超えはいましたけど、9万設定したらもう 1.1 倍割っちゃうね。8万枚が、まあ、絶妙のこの大体このねドボンは 1.3 倍ぐらいを目指してですね。さあこちらクリス来ました、500万ゴールドドボン。それでは皆様、間もなくベッド受付終了させていただきます。今から読み上げをいたしますので、読み上げ終了の時に届いていた方々でこれ受付終わりにさせていただきます。聞き漏らしなきようよろしくお願いします。さあこちらオビワン軍ですね。さあオビワン軍がこちらが 4.49 倍のベッド、リンゴ15、ロニ、サユリンゴ、モモさん、テルミが50、RA ユイが100、ナオト、スノー、ノノが200、アーリーア400、タッキー1000の TKC 50万ゴールド。こちらが現在 4.44 倍ですね。4.43 倍になりました。そしてヒロキン軍ですね、ヒロキンのところがヒロキン6000、ガチオモ3000、ポミエール5000、アヌンナキ2000、こちらのベッドがセス5、リンゴ15、サユリンゴ、ロニ、テルミ、TKC が50、ドルメオ、ユニオン、ホモダホモ100、ミクシム200、キコリ、アーリーア300のキー500、タッキーが1000万ゴールド。そしてドボン、今回も人気になりましたが 1.33 倍ですね。ドボンがユキニャ10、サラン30、ナタリア、ソアレイ50、シンディ、ユイ、セッティが100、シーオン200、ポタポタヤギ300、モモが400、オション470、メロ500、クリス500、グロージャン755、ルル1000、アンジー1000、ヒロユキ2335。
おさあ、そして今いただいている方々で終わらせていただきます。シーボー人類各50。さあ、ナイスベットから受付終了10秒前から9秒前、8秒前からが7秒前、6秒前、5、4、3、2、1秒前から。さあ、帯ちゃんナイス放送からの、さあ、それでは粉々君受付終了してください。強いやつ70万ゴールド、強いやつ70万から。ガチホも3000万ゴールドね、まあまあでね。それでは皆さんよろしいか、ドボン8万以下、こちらが 1.33 倍からのヒロキ、いや3億2000万はこれマジ見応えあるよ。3.69 倍ヒロキン、オビワン、こちらが 4.39 倍、賞金がこちらが1000万ゴールド。ドボン8万2回、33、ヒロキン3、69。さあ、それでは皆さんもう送んないでください。ここで締め切ります。粉粉くんも締め切り終了してください。じゃあ行きますか。曲どれがいいかな。さあ、放送枠お願いします。帯ちゃんの方はもらってます。帯ちゃん放送枠からの、帯ちゃんからのヒロキン放送来た。さあ、3億2000万のスゴロクギャンブルでかいね。さあ、それでは準備できましたらスタートどうぞ。こっち帯ちゃん放送、こっちヒロキン放送ね。タッキーは1000万ずつね、もうタッキーもついに2000万あるギャンブラーだったんですね。金よこせ。さあ、今回最もかけてんのはヒロキン6000万、ポミエール5000万、オビワンも5000万。まあスゴロク一発負けて5000万失うのは結構痛えな。さあ、スタート OK です。こちらポミエールさんがアイテム受け取ってないということで、こちらがまずはオビちゃんから見ていきましょう。まあね、多少悩んだりとかね、まあちょっと差が出ちゃうのしょうがないですけど、皆様なるべく迅速なね、迅速な処理、まずあんまりねチャットは打たない方がいいですね。結構チャットを打つとね、なんか今のなんか指示じゃねえかとか、そういう荒れる原因になるので、いや指示があからさま、これは指示だなと判定した場合には賞金が帳消しになります。賞金がゼロになるか半分になるかね、減額になるかということはこちらで判断させていただきますが、まあ明らかな指示の場合は一発アウト1000万なしです。今のはちょっと疑わしいけど、まあ指示といえば指示に、まあ捉えられなくもないよねという場合には賞金が半額になる。まあそこは皆さんね、賞金がなくなってしまうとね、損してしまうので、そこはしっかりやってください。何より放送見てる人たちの印象が悪くなりますね。指示をしないでくださいねとお願いしているにもかかわらず、まあしてしまった場合はやはりなんだこいつらということになりますね。まあ無言推奨ですね。まあそうするとこのね、うちの放送で誘導コメが流れるんですよね。しかも誘導コメ正解じゃなくて、大体ね、まあお前それいやらしい誘導だなっていう、罠張ってるやつがたまにいますね。さあ、ここでメタルスライムから。さあ、このねすごろく、私この参加してない時はなるべくね、このステージかなりマスターしてきましたので、全然勝ってないですけど、
一番ゴールド張って一番負けてきたものとしてね、プレイヤー視点でこれ解説させていただきますので、ドボン勢超穴張ってるよ。さあこれがね、前半は旅芸人から旅芸人4っていうのが安定だったはずなんですけど、このマップだけはちょっと旅芸人4など相当なレベルが必要ということでね、かなりうまいマップになってるかなと思いますけど、これ旅芸人はレベル4で、キラージャグリング、そしてレベル6でハッスルダンスを覚えるということで、まあ、ギガンテスに泊まるときには最低でもレベル6必要ですね。このゴールデン、最初のゴールデントーテム、これを倒すためにはやはり、キラジャが欲しいとこなので、ここは今現在オビワンレベル5ということでキラジャグガンガン止まりたいところですね。ゴールデントーテムガンガン止まりたいところでございますが、まだスタートしていない。さあヒロギンさん、スタートがちょっと遅いですね。ちょっと急いでほしいですね。さあこちらが宝箱マスで、人食い箱は来ても OK ですが、ナイス力の種。遅いなヒロキン。さあさっさとスタートお願いします。さあここで1を出してからの、ダーマシンで、さあここは転職してきますね。さあこちらが魔法戦士、まあ当然ここで最初転職して狙うのは盗賊を狙ってきますよね。吉宗、そうそう、吉宗ね、キャバクラの放送してる時は復帰の意思全くないですよ。キャバクラ放送の時は全くなし、ドラクエ放送やんないとね、やっぱね。さあこちら止まりましたが、俺キャバクラとかね、まあまあまあな、まあうち元所属タレントが経営してたナンバーワンの人がいた時もありましたけど、まあ、何度か行ったことありますけどね、俺は全然面白い場所じゃねえな、キャバクラはな、お酒飲めねえしな、なんでこんな気使って、なんでこんなね、なんか盛り上げなきゃいけなくて、なんで金取られんだっていう、そういう印象だから。さあこちらタヌタンから、まあ接待でね、まあ接待、私タレントさんの接待とかでも使ったことありますけど、ほんと金かかるよなキャバクラはな。さあこちらゴールデントーテム、まあ、プライベートに行くことは絶対ないですね。さあこちら打ちましてからが、じゃあ素敵な女性と巡り合えるかして、巡り合ったら巡り合って、それはそれで困っちゃいますから。さあナイスワゴツ、さあナイスロア君からの、さあこちらが、さあロア君この後ね、あれですよね、ファイナルファンタジーが最終回ということで、さあメタスラぜひともね、小池活躍してほしいですね、イカ様大して活躍してほしい。さあオビちゃんから、さあなんとロアさん、ロアさん亡き今日はストルティアのこの日でございますが、なんと3億2000万です。なんと3億2000万ゴールドもかかっている。このオビワンが3000万、フェリシア3000万、失礼、オビワン5000万、フェリシア3000万、タヌタン3000万の小前田君5000万。さあこっちで1億6000万ゴールドをかけている。そしてここですね、ヒロキンたちが、ヒロキンたちようやくスタートですが、幸先いいですね。さあヒロキンが今回一番かけて6000万、ポミエール5000万、ガチホモが3000万、アヌンナキが2000万。さあ1億6000万同士の戦いですけどね、まあ結構、まあ6000万も張ったら一頭一頭かなりドキドキハラハラ、手汗がやべえってコメントしましたけど、さあナイス会心の一撃で、これはいいスタート。まあ正直前半ゴールデントーテムは2回ぐらい倒せるとね、かなり順調なスタートと言えるでしょう。まあゴールドマンね、この上の右上のね、こっから右上のゴール、最初のゴールドマンを通過、全員通過したあたりで3万枚ぐらい持ってると、これは、ドボン勢がヒヤヒヤの8万枚コースはいい感じになりますね。さあ人食い箱、これは悪くないですね。さあ人食い箱レベル4だったらこれはいけそうな気がしますしね、人食い箱を倒すとね、超命の木の実とか超不思議な木の実、ステータスアップにもつながりますから、レベル1アップぐらいの価値がありますね。さあザキ来ますが、これはザキは落ちません、ポミエールナイス。さあ人食い箱これいいですね、キラジャグ。まあ、あとさっきはあれだね、さっきリンゴさんが結構ちょこちょこなんですか、キラジャグ使ってたんですけどね、やはり旅芸人は MP そんなに多くないので、
そんなに負けない戦闘だったら A ページで行った方のが無難ですね。さあこちらがナイスヒロキンが超命の木の実で全員に銃ずつ、これはでかいね。さあドキ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 の一投一投でございますが、穴抜き、ここは5が欲しかったですが、ここは6。どこがどう人気なんだよ、バラ。さあこちら何人気だよ。さあ打ちますね、これ。さあ今回ドボンにはかなり入りまして、マックス、最高ベッドがひろゆきが2300万張ってますね。ここで、ドボンが今回が 1.33 倍、ヒロキン 3.69 のオビワンが 4.39 倍ということで、さあナイスからの誤爆本当だよな、誤爆だよな、人気の話したっけなと思って。さあこちらいいね、オビワンがゴールドマンにも止まって14000、ここは間を通して天使。まあドレアムが今回強いのでね、あの天使が入ってるに越したことはないんですけど、あそこはやはりサイコロ1、わーつきましたね。さあフェリシア、ここでサイコロ獲得。さあオビワン軍かなり調子いいですね。オビワン軍ここでサイコロを取って、ここでもう一人がゴールドマンいけたりするとかなり調子がいい。さあここでゴマスからのナイス NPC。 さあオビワン軍かなり順調です。ザンクローネはテンションアップ、これ大事ですね。2ターンに一度、ザンクローネだいぶ強いです。さあここで打ちましてからの、ここで天使、いやこの3人1人ゴールドマン欲しいね、これだいぶいいですね。さあだいぶいい感じからのタヌタンが行きましての5。さあ5はこれ欲しいね、ここでゴールドマンが欲しいですが、まあそんな都合よくねキメラマスゴールドマン来ません。さあキメラからでございまして、レベル7、レベル全員7からの職業1人魔戦で2人天使入って、このレベル的にもそんなに悪くないですね。さあオビワン軍それなりに順調からのこちらヒロキンは、まあ、ヒロキンだいぶ遅れてスタートしてますので、サイコロ2つ分差ありますが、さあここでピオリムピオリムで銃来ました、これゴールドマン来ましたね。さあヒロキンもかなり順調ですね。さあこれはドボン勢かなりね攻められてます。ドボン勢の皆さん、かなりこれは人類今回はね、先ほどの我々とオビちゃんの試合は最悪でしたけど、コイン獲得枚数最終的にマイナス2万枚でオビちゃんが1万8000枚、我々がマイナス1万枚で3万2000枚というね、あの2人ともしかもドレアムが倒せないという最悪の結果でしたけど、今回のヒロキンオビワンはかなりのいいペース、コイン枚数、そしてこのレベルの上がり具合、サイコロの残り、かなり申し分なしの展開ですね。ここでレベル 1.4 以上は欲しいですけどね、やっぱりこのさっきの我々ぐらいやらかすというか全然話にならないぐらいの中だと、やはりドボンに張りたくなりますよね。とそしてドボンが8万枚超えてドボンが取れなかったりすると、次はドボンに入んなくなるという、やはり直前の結果がギャンブルにもかなり影響しますね。さあヒロキンここでサイコロを取る。さあヒロキンもだいぶいいです。さあヒロキンもかなりいいところからのここで2で、さあ宝箱、黒宝箱、ここはコインが欲しいところですね。結構宝箱のコインがね結構バカになりません。さあここで伝説の武器を取る、これは大事ですね。天空の剣、天空の鎧、まあ、天空の剣、天空の鎧、ここ登場しますけどね、アイテムではまだ登場しませんね。さあここで矢印は、さあここでメタル地図は、まあメタル地図、まあレベル6だからな、悪くはないけど。さあここで5来ましてからの酒場、酒場これ初ですね。さあ初で通ってフューザー来ました。さあこちらオビワン軍がザンクローネ、こちらがフューザー、いやーこれはだいぶ有利ですね。さあしかもここでハグメタはナイス、ハグメタここしかもフューザだからまず倒せますね。さあここの剣技からでこれ一発で打ってのガチホモ会心、いやーこれはかなり有利ですね。さあヒロキンオビワン、まあこれはどちらかは倒すでしょう。
さあワイドキングですが、ワイドキングギガンテス止まってますが、8888倒して楽勝。いやーこれはね8万枚見えますね。両軍8万枚見えますし、両軍ダークドレアム撃破見えますね。さあハイレベルな戦い、それでも8万枚はまだ厳しいですね。ダークドレアムは倒せそうな流れですけど、8万枚はこれは要するにゴールデンスライムですね。ゴルスラが2回倒せないときついですね。さあ私もちょっとこれどうていうと思いますけど、両チームここまでは調子いいね。ただコインがめちゃめちゃ余裕あるわけではないね。まあ、順調にいってるとこのね、あの中盤このね三サロですか、この三つ股に分かれてるとこ、ここでゴールドマンが2人ぐらい入れないとね。さあここでゴールドマン取れず金箱、ここはコインが欲しいところ。さあここ取りまして、オビちゃんからが天空の剣ワンナイス。さあそして駒枝くんがここが2。さあここコイン欲しいね。さあ命の木の実取りますが、中盤前半かなり調子良かったですけど、中盤のコイン獲得がちょっと陰りがさしてきて、ドボン勢にやや風が吹き始めましたが、まあダークドラえもんを倒すにはね、まずレベルが必要、そしてもちろんこのお助け助っ人キャラが必要。さあここでサイコロ取りましてからがいいですね。さあヒロキンオビワンかなりデッドヒートです。さあかなりデッドヒートの中からメタルキング、ここでハッスルダンス。さあハッスルダンスからのこれがキラジャグ。もう私のちょっと今のハッスルダンスの意味はちょっと分かんなかったですね。さあナイスからの、さあここでメタキン倒してから一気にレベルが10はナイス。これでかいね。さあヒロキンサイコロはかなり余っておりますが、黒箱。さあ穴抜き経験値の飛躍取ってからが3。まあこれは NPC も来てますし、もうギガンテスもら、うおーついてるな。さあここでここからのゴールデンスライムはこれはついてますね。ナイス会心の一撃。さあこれはヒロキンここでレベルアップ、さらに1万枚はでかいですね。これはドボン勢きついね。まあカジノもね1000万賞金出してるから、まあ当然ねドボンの方がカジノも嬉しいんですけど。さあここで転職はしましてからのバトマスは来ました。いやーこれは強いね。さあここがギガンテス、いやここまでいいね。だいぶいいですね。さあギガンテス数言の一撃きますがダメージ受けない。いやーこれはどっちかな。さあこれはヒロキンオビバンともに順調ですが、あ同じぐらい順調だね。ここがまずデッドヒート。まあ正直1億6000万もかかってますとね、賞金の1000万とかあんま関係ないですからね。ドボンとかあんまり関係ないですからね、まあ、とにかく相手よりも1枚でも多くゴールしたいというのが彼らの本音。
さあヒロキンは回数がかなりあるオビワンさんもここレベル11ですが、さあオビワンはここでテンションも乗ってで、まあこれは今ボス入ってもいけますね。しかしボス入っちゃうと8万枚がちょっときついですね。さあここでゴールドマンできてはナイスコイン追い抜いていく。さあ多劇魂ザンクローネからが、まあこれ2回でスーパーハイテンションだからでかいよな。さあタヌタンナイススーパーハイテンション、 A ページでも131。さあこれはでかいですね。ナイスオビワンからが3万2000枚からがナイス。さあタヌタンが6は、これは矢印。さあここで宝箱はまあやや渋いですが、いやーこれは痛い。さあフェリシア、これは宝箱でなければゴールドマンでしたが、ここは転職マスいきますね。さあ転職マスいって当然ここは賢者を選んでくる。曲、これ渋い曲ですか。お、これな、これさっきまで流しちゃう、これセッツァいいね。わ、いいね。これいいね、これお気に入りだね、これナイス。お、豪華版だね、これいいね、いいね。さあこれでもまだ8万枚は分かりません。さあこちらオビちゃん3万2010枚から、ここで不思議な木の実。さあこの1億6000万のギャンブル、相手より上回るのが大事。しかしギャンブラーたちにとってはこの彼らが8万枚いくかどうかということがまた大事。さあこの思惑、あー来ましたね、ここでゴルスラ。さあゴルスラでこれがザンクローネ多劇魂、しかしテンションが関係ないんですね。さあテンションはこちらキラジャグには関係なし、逃げなければいけますが来ましたね。さあここは会心出てからのナイス。さあオビちゃんここで1万枚取りまして、さらに経験値で盤石にしていく。さあ現在オビワンヒロキンに1万2000枚のリード、ここでサイコロ来ましたね。さあオビワン軍超順調です。さあそしてここでヒロキンがサイコロ7回で、いやーこれは悩むね、いやーこれは渋い。これはでもね、サイコロがだいぶあるからね。ただここでね、ここで負けちゃうとマイナス1万枚なんだよ。16回？サイコロ16回も売れんの？ 7 回残しはすごいな。ここは倒しに行くだろうね。16引けたら余裕だな。で、たびたびたびバトだからね、たびたびたびバト16回もいけんの？16回って見たことねえな。まあ
でもこれはね、負けてマイナス1万枚痛いね。おじさんもご聞かれました。さあ、おびちゃんもボス入る。あー、これはね、これはヒロキンが有利かね。これはヒロキン有利かもしれないですね。ほんとこれ俺今なんかすげえ調子悪くなってきたけど、これやっぱ2時だな。この時間帯結構鬼門だな。さあ、穴抜き投げてからの、さあ本日はこれね、ここのすごろくで最終戦でございますけど、これ1億6000万かかってまあまあだな。ただヒロキンちょっとレベルがちょっと厳しいね。これちょっと見守っちゃうな。さあヒロキ、いやーここでショック受ける。これきついね。ここでマジちょっと今回ダークドラムちょっと強いね。さあ今回のダークドラムがちょっと強い。アヌンナギが立ち上がれない。ボミエールもダメ。オビちゃんが倒す。まずオビちゃんが8万枚いくかどうか。さあオビちゃんがこちらがこれ5000枚だね。さあ、オビちゃんまず見ましょう。10回だって。あ、10回いけんじゃない？あー、これ8万枚いきそうだね。さあ、オビちゃん引いてもらってからの3。もうコインは絶対取れますね。はい、3000枚からの。アクセですね。アクセが5個だっけ。おやおや、8回。あんまりジャラルト無理だわ。おやおや、ドボン勢にちょっと最大ですね。おや、これはお、これは粘ってますね。おや、これ沼のように粘り見せてますね。あ、これ渋いね。あれ4、5、6歳来ませんね。これでアクセサリー、あれ2度3しか出ませんね。あれこれドボンあるで。これここで5。ここでアクセはついてないよ。ここでアクセはちょっとついてないよ。はい、ナイス。5000枚からの、ここで8万枚超えちゃうとドボンの方はもう負けです。さあ残り3回で、いやこれ渋いな。あれ8万いかねえかこれ。はい、来ました。はい、こちら、残り2回。あ、これ渋いな。ヒロキン全滅。これアクセやったらきつい。これアクセきついよ。いやな、これが5。いや来た。やばい。これね、しごろ必要ですね。あ、しかもアクセっぽいな。わらわら
いやこれはついてなかったね。いやこれはついてなかった。これはついてないですね。いやこれは75862。いやこれはついてないね。まああとはこのヒロキンたちだね。ヒロキンたちに勝てる可能性はある。ドボン勢これ流れ来てるね。ただヒロキンたちはね、まあ、倒さなきゃいけないからね。いやどうかなこれ。いやこれもしかするとオビちゃん有利かも。これもしかするとオビちゃん有利かもね。見守りましょう。全然出なかったね。これは見応えがありますね。かなりドラマのある展開。さあドボン勢 VS ヒロキンたちの戦いですね。ただオビちゃんもまだ勝利の可能性残してます。さあこれは固唾を飲んで見守る瞬間ですね。一投一投かなり大事ですね。一回全滅してますからね。あここでゴールドマンじゃなくこれは賢者行きましたね。俺だったらゴールドマン行くかな。やっぱりねコイン抜かしたいからね。なんだかんだね。ないワイル。え、ここで賢者はない。まあ俺だったらゴールドマンだね。75,862全滅なし。ロースとともにあれ。オッケー、オビちゃんまだありますね。オビちゃん1億6000万はまだありますね。オビちゃんね。いやここでゴールドマン来ました。さあここでしかしこのフューザだから、フューザが強いからね。ただこれ今32,640枚ですけど、実質これマイナス1万枚なんでね。ここで7000取って4万枚、31,400枚ですね。さあ6、ここでね、ここでいやーこれ OK だね。ここでゴルスラ消されちゃうと痛いね。ナイスゴルスラ。いやーこれはオビちゃんたち胃が痛い展開。ここは胃が痛いですね。しかもここは絶対倒せる会心必中。バチホもすげえな。さあここで5万枚です。ここで4万枚ですね。サイコロまだ5回ありますからね。2からでこれで宿。さあこれはなかなか面白い展開になってきましたね。さあここで5。いやここで矢印はな。こんにちは。いやここで矢印はセーフ。さあそしてヒロキンここでいやー持ってますね。ここでゴルスラー。さあこれはオビワン軍かなりキリキリしてるとこでしょう。いやこれは怒涛の追い上げすごいですね。さあこれボス入れればまあ勝つでしょうね。賢者とバトマス、これは入れれば勝つでしょうね。さあここでおここでボス。いやここでボスか。5万枚だからまあ、うん、どうかな。めちゃめちゃアクセが出なければいけるね。
こっから3万枚だろ。いや、なんとも言えねえな。いや、これギリだな。なんとも言えねえな。まあ、勝たなきゃダメだね。まあ、レベル的には問題ありませんね。社会のルール確認しますが、ギャンブル側はマイナス1万のペナールから9万以上なのですか？ドボン税金策とか甘いから、これ確定だよ。これ1万枚、そうです。1万枚ペナです。1万枚ペナがあるので、これは5万340枚です。5万340枚カウントです。これはちょっと大事だな、これな。まあ、これ負けちゃうときついよ。これ負けたらきつい。まあレベル13、12、12、12でね、バトマスがいて、賢者がいて、なおかつフューザー。とは言わんかな。さあ、こう食らってからのはやぶさ切り。さあ、ハッスル打ってからの、まあ、MP も問題ないしね。さあ、ヒロキンが6000万張ってます。ポミエールは5000、ガチホも3000、アヌンナキが2000。さあ、勝てばまんま倍、8万枚超えればさらに1000万ゴールド。さあ、会心天下無双から打ちますが、さあ、これはオビちゃんたちドキドキ見守ってることでしょう。まあ、これは勝ちはほぼ確定ですね。宝箱勝負ですね。さあ、グランドクロスか。グランドクラスが意外と弱いんだよね。さあ、おぞましい雄たけびで、これが誰もまひりません。ここで会心のハッスルダンスからは、これは決まるか。さあ、念には念を入れてハッスルダンスからのヒロキン天下無双、これで終わり。さあ皆様、5万340枚、こっから、2万9660枚取れれば OK です。2万9660枚、5000まず入りますね。24,660枚、12回。これは取ったな。さあ、アクセがまず一つ。さあ、あと11回。アクセ、お、アクセが随分出ますね。さあ、コインが出ます。5万8000枚です。運動会の、あの、玉入れの後みたいな。さあ、これ開けてからが、はい、コイン3000枚。あんまりこれ、赤箱でコイン取りたくないんだよね。さあ、5が来て、これアクセだったら渋いよ。これアクセ渋いよ。おや？おや？これがアクセだったら渋いよ。さすがにコインですね。さあ、コインから2。おや、アクセ、これでアクセ、これは全部コインか。これは全部コインと確定だな。討伐した時のも含まれるから今でもじゃないの。これは超えたな。あ、これ、もうこの時点であれですね、7万1000枚。一回全滅してます。だから言ったでしょ、確定だって。あ、これもずっとコイン確定か。デスピサロ逃げる8回かよ。勝ったな。ファミコン版かよ。あー、出ますね。さあ、この時点で9万でドボン勢の方々、失礼いたしました。オビちゃんも敗れてしまいました。というところでヒロキン軍勝利確定です。
さあヒロキン軍確定からがナイス。おいったね、アクセ5個だね。99,000、もう1万引いても、1万引いても89,000枚というところで、こちらヒロキンはまあ後半のゴルスラー随分スライム、とにかくサイコロとあれ引いたね、とにかくサイコロと最後ゴルスラー、しかもフューザーついてたね。それではこちらヒロキンがなんと3億2000万ゴールド、オビワンさん、コマエダくんさん、タヌタンさん、フェリシアさん、1億6000万ゴールド、失礼しました。そしてヒロキン軍は3億2000万ゴールド、ナイゲッチ。さあ 3.69 倍のヒロキンはナイス。はい、さらに賞金1000万ゴールドからがヒロキン。いや、これはでかいね。さあ、そしてこちらが、さあ、お配りさせていただきますが、なんとタッキー3690万ゴールド。ナイキャッチーム員のタッキー3690万ゴールドからがナイキャッチ。さあ、人類応援ベッド報われましたね。ありがとうございます。さあ、ナイキャッチ。そしてこちらがキーさんが1845万ゴールド。さあ、こちらキー1845からがナイキャッチ。ナイスワゴ。そしてこちらがアリア1107万ゴールド。さあ、皆さん、本日これ最終戦ですけど、最後もなかなか見応えのある試合でしたね。さあ、アリア1107万ゴールド、ナイキャッチからのキコリが1100。1107万ゴールド。1107万ゴールドがこちらキコリ。いや、8万枚は絶妙だったけど、サイコロの引きすごかったね。さあ、キコリ1107万ゴールドはネゲチ。たまんねえな、ヒロキン。738万ゴールドミクシム。さあ、ミクシム738からのホモダホモ369。360、オビちゃんお見事。失礼いたしました。またの挑戦お待ちしてます。ホモダホモ、両方とも強かったかな。さあ、ホモダホモ369からがこちらネゲチ。まあ、オビちゃんとこもし8万超えてたとしても、8万9000枚はちょっと、なかなか届かないよね。全滅して9万9000枚だからね。そしてこちらが369万ゴールドからのユニオン。さあ、ユニオン369からナイキャッチのドルメオ。369万ゴールド、ナイスドルメオ。さあ、ドルメを久々ベッドからの久々ナイキャッチをありがとう。369はナイキャッチ。さあ、そしてチーボー人類応援ベッドから184万。あ、そういや今日テボドンいなかったな、寂しいな。184万5000ゴールドナイキャッチーム員からのチーボーナイキャッチ。184万5000ゴールドナイキャッチ。
さあそしてサユリンゴ184万5000ゴールド。さあサユリンゴナイキャッチからのロニ184万5000ゴールド。ナイスコンマは184万5000ゴールドからがこちらがロニはナイキャッチ。そしてテルミ184万5000ゴールド。さあこちらテルミさんからがナイキャッチムインタチツテルミさんですね。こちらナイキャッチサユリンゴロニテルミ。そして先ほども勝利したリンゴ、リンゴ最近勝つね。55万3500ゴールド。さあリンゴナイキャッチからの、さあここで払い漏れはないと思いますが、ヒロギンさん、ガジオムさん、ポミエールさん、アナンヌキさん、お見事な勝利ナイキャッチでした。さあ払い漏れないと思いますが、ここで、コナコナ君本日もお手伝いありがとうございました。さあ皆さん今日はねここで終わり。意外と体調悪い。さあ今日は終わりです。3億2000万スゴロク、勝利がこれな、ヒロキン何枚だった？ヒロキン何枚だった？89000何枚だった？ヒロギン 3.69。 ヒロギン、ガチホモ、ポミエール、はい、ありがとう、ナイスキャッチ、ナイス。参加者側として久しぶりに楽しめました。ありがとうございました。ナイス、小前田君、ナイキャッチ。アナン抜きさんね。いい勝負だった。アヌンナキさん。アヌンナキさんね。だから1万枚マイナスだから89,727枚から、あぬんなきさん、ギャンブル取り返すしかないですね。3億2000万。さあこちら打ちましてからの破れてしまったのが、ドボンが 1.33。 社長まだ4点負けてるんで、また挑戦します。ナイス。こちらオビちゃんが今回 4.39 倍。ありがとうございました。おやすみなさい。皆さんありがとうございました。3億2000万からの、オビちゃんからの、行くかりの金策馬、賞金が今回が1000万ゴールド。今回最高獲得タッキー初か、3690万。
最高ナイキャッチからの勝ちがヒロキンドボンからのオビちゃん。OK、ツイートさせていただきまして、それでは皆さん今日はこちらで終了させていただきますが、本日も、遅くからの放送開始にもかかわらず、ギャンブラーの皆様、参加者の皆様、リスナーの皆様、本日もありがとうございました。今日はこちらで終わりにさせていただきます。最高なこな君もありがとう。それでは皆さん、明日元気だったら放送だけど、ちょっとね、明日お休みかな。明日はお休みな気がする。負荷がかかってる気がする。それでは皆さん今日はこちらで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。それでは良いゴールデンウィークを。おやすみなさい。ありがとうございました。失礼します。おやすみなさい。